休憩終わり。島風は早いぞ。ドイツの状態を見るんだ。ドイツの状態を見るんだ。中央とロイヤルが共同警備を毎日実施中だなんてすごいよな。ここが今全世界で一番安全なんじゃない？そうでしょうとも。枕を高くして眠ってください。昨日の一件も大事には至りませんでしたし。ドンファンが一番好きだけど、姉ちゃんたちを呼んで観光してみたくなった。そう言ってもらえるなんて嬉しいわ。でもここまで警備を強化しているのに、セイレーンが来ること自体を阻めるまでには至ってないのよね。そこが残念だわ。ご安心ください。セイレーンの技術の解析は引き続き行っていますよ。鉄血のビズマルクさんが。ロイヤルでは解析してないのかよ。ってユニオンもだけどね。セイレーンの技術なんて簡単には扱えないよ。難易度だけでなく心理的な問題もあるかしら。彼女たちが平和な隣人だと良かったのだけどね。アタゴさん、間近で退治してみてどうでした？返答に困るわね。こちらと同じ言語を使ってくれるのはありがたかったけど、率直な感想を言うと熱を感じなかったの。熱？体温とかそういうの？その表現で間違ってないと思う。確かに人の姿をした相手がちゃんとした言葉で喋っているのに、壁、いえ、氷に話しかけているみたいだったわ。暑い時はありがたいかも。かき氷にするといい。ピンハイちゃん、今は大事な話よ。まあ、真剣に考えても仕方がないかも。私たちの理解を超えた相手だから。あ、皆さん、そろそろ移動した方がいいですよ。鉄血の皆さんが参加される演習の時間が近いです。島風、少し拙者との訓練に付き合ってくれんか。え、光栄ですけど、なんだかいきなりですね。実はな、昨日もセイレーンの騒ぎがあったろう。そこにまた島風が居合わせたという。何かセイレーンを引き寄せる才能を持っていないか。正直心配で仕方ない。才能はなくしたい。おまけにもう一つある。島風にとって強者とはアタゴだそうじゃないか。ん？あ、オブザーバーさんの時のですか？
どうやら拙者は島風のことを甘やかしすぎているのではないかと、そう思い始めたのだ。すごい陶器が。島風にとっての良い師が誰であるかはっきりさせようぞ。ドイツの状態を見るんだ。違ったの？何を見たいんだ？おう！限ってきた！しばし待たれよ！ってね！私ですか？皆様をお守りいたしましょう。せやほらほらやったほらほらせやゆっくりございます。これもう勝っちゃいますよ。せや壊れたら修理してあげるにゃ。ほらほら魚雷だ。ほらほら決めちゃった。痛いのは。ほらほら残りないようでございますね。戦闘だな。拙者に任せるがいい。全力で行く。皆様じゃんじゃん行きますよ。出てきました。とりゃとりゃとりゃ見ました。痛いのはやっちゃったよ。いっとけ。直撃させる。打ち落とせ。直撃させる。食らうがいい。ほらほら魚雷だ。痛いのを殲滅する。修行の成果だ。魚雷だ。いいですか。食らうがいい。見ました。何せや痛いのをじゃんじゃん行きますよ。腹筋は剣倒す。痛いぞ。修行の成果だ。痛いのを。やっぱほらほらそいい頃合いです。なんだとそんなことが。やった文句なしです。島風喜びの舞を後で踊りましょう。実にいい指揮をするようになったな。連日の戦いがお前を急成長させたか。指揮官としては島風に負けるかもしれないな。そんな恐縮であります。見直したぞ。これからもよろしく頼む。